はい、ではリスナーの皆さん、こんにちは、アッシュです。というわけでですね、今回はもうここにあるんですけれども、じゃん、秋月ギターショップ、まさかの2本連続紹介ということなんですけど、これね、インスタグラムにあげたら、え、新しい、なんか黒いやつ来てるみたいな感じでテンション上がって見てくれてた人いるんですけれども、ありがとうございます、いつも見てくれてね。ただこれ実はね、そっかと思って、まあ、だから今日紹介するってのもあるんですが、この黒いやつは僕が2017年ぐらいの時に一瞬使ってたギターなんですよね。だからずっと手元にあったわけじゃなくて、今そのツアーがちょっと多すぎて、物理的にギターが足んないっていうことでですね、そのタイミングで秋月ギターショップにギター全部こう、なんていうの、リペアまとめてアンプとね持ってった時に久しぶりに見つけて、でちょっと持ってくって言われたから、はい持ってきますって言って借りてきたんだけど、そうなのよ、これはね2017年に MV とかも、だから昔のファンの人は知ってくれてて、 YouTube のコメントにもね一人いたんだよね、5年前のやつじゃないですかみたいなコメントしてくれた人が、ありがとうございます長いことにしてくれて。そうなんで、これを分かりやすく言ったら、いつも使ってる白いメインギターのプロトタイプで渡されたギターなんだよね。だから2017年ぐらいの時使ってたの。でその後自分のギターができたから、そっからは一旦返却してっていう感じだったんですけども、本当に思い入れがね、自分のもんじゃないんだけど、あるギターなんですよね。結構いろいろ面白いところがあるから最初説明していきますけれども、まあ見た目ね、マルチレイヤーで、このレリックすごい活かしてますよね、かっこいい。後ろもねこんな感じでバネが2本かで、一番のポイントはシールドの刺さるところが、普通ここにストラトってあるじゃないですか、でもここなんだよね。これ面白いよね、言われたらあーってなるんだけど、言われないと意外と気づかないみたいな。でアームがあって、で5が、はい、で SSH になってます。まあ今の状況でなんかいろいろごちゃごちゃ返せたから、ピックアップはちょっとよくわかんないの、よくわかんないっていうか適当に乗ってるだけみたいな感じなんですけど、弾いたらすごい好きだったんでそのまま紹介してます。で僕が持ってた時はこれ後ろ見るとバーズアイのね、すごい綺麗な感じの目が入ってるんですが、表というか指板がローズウッドになってますよね。でこれ僕の時はメイプル指板だった気がするんだよね、バーズアイか普通に。そうでなってたんだけどね、なんか変わってますね、まあ、ペグとかも当時と一緒だったのかちょっと覚えてないけど。であとここが傾斜がこういう風にちょっとねついてたりとか、弾きやすいようになってたりとか、トラスロッドのところがねここについてるんだよね、変わってるよね、上でも下でもなく、この横からいじれるっていう、そんなちょっとよくわかんないギターになってます。でワンボリュームワントーンで、やっぱりキルスイッチ、もうこれは僕とアキさんの中ではもう変わらないんですよね、ずっとキルスイッチついて使わないのに。こんな感じ、感じの仕様になってます。まあ、これもね僕の持っている他の2本とは違ったいい感じの音なんで、クリーンから紹介していこうかなと思いますけれども、はい、クリーンからちょっと紹介していこうかなと思いますけれども、フロントデラックスリバーブで僕のシグネチャーのケーブル刺さってます、直ね。これちょっと音早いんだよね、かなり。初めての自分のギター人生で初めての秋月ギターだったし、このギターがねすごい実家に帰ってきた感ある。フロントも速いし、すごい音が前に飛んでく、センターのシングルを混ぜるとあんまこういう感じの音しないんですけど、すごい使える音なんだよね、それがすごい。で、リア。
うん、いい音で、クランチ。いかがだったでしょうか。今回ね、この懐かしの、本当に懐かしい5年前、もうすぐ6年前ですね、に一瞬使ってた、このプロトタイプのギターなんですが、久しぶりに弾いてみたら全然また違ったし、改めて良さも気づいたしね、なんかやっぱ好きだなって思いました。はい、まあ、僕が普段本当にもう大好きなキズギターショップのギターなんですけど、結構ね全部キャラちょっと違うんだよね。
なんかそれもそれでいいというか、まあそうならないわけがないじゃないんでね、当たり前なんですけど、どれも違うんだけど、アキズギターショップっていうこの音があって、本当なんかメンテナンスしてもらうだけで、その原稿の調整だったりとか、まあ、いろんな細かいところを押してあげるだけで、してもらうだけで音がね、アキズギターショップの音になるんだよね。それがすごいなと思って、そういったところとか、まあ、人柄も含めて好きで使わせていただいておりますけれども、いかがだったでしょうか。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。というわけで5年ぶりの再会というわけで。